はい、今日はね、まあ俺のその好きなスペース、いつもここが大体あの YouTube にアップする動画の撮影スペースにしてないけど、まあまあ、いい感じにしてる、けど実はね、この下めっちゃ汚いんよ。あの昔のパソコンやったり、あの MPC やったり、なんかスニーカーやったり、まだ持っててないフィンやったり、でね、今日ちょっとね、この箱、ここにね、俺北九州帰ってるに、もうなんていうの、15年帰ってなかったけさ、その荷物も全部倉庫に入れてたのを持ってきたの。でこれをね、今日ちょっとほとんど触ってない、てかもうめんどくさいしね、これをちょっとね開けていこうと思う。はい、じゃあね、おそらく長く開けてない、こっぱずかしいもの出てくると思うけど、もう俺はどんどん、シェアしていこうかなと、その思い出と思ってね、どんどんね、このめっちゃ大きいこの箱で、多分朝の家にもう俺が生まれた時くらいからあったと思う、この箱に多分手がいろいろ詰め込んでる。これえぐいね。これはうちの嫁さんが、まだデートした時とか、出会ったばっかの時に作ってくれたスクラップブック。もうね、見返すことがないものってさ、こういうのに入れてしまうよね。激レア1989年思い出、幼稚園の、卒業アルバム。こんなんででもさ、ちょっと貴重よね。そのまあ俺月組でさ、ここにおるんやけど、今やったらほんと Facebook とかで検索できるかもしれんしね、俺の手形大きくなりました。置いていくわね。これは最近やね、息子が描いてくれた絵。こんなのそう適当に入れてるんだけどね、俺ね、そのパンチングボードにスケボーをつけたくて、これ Amazon で購入。でももうそれつけるとなんかも落ちてくるし危ない。最大給料明細、はい、北九州市民の、症状、まあ使ってないプールマスクマン2、なぜか大竹隆一さんのアロングバケーション、インカレの、コーチ ID。これなんやろな、これえぐいね、年代もやね。これは俺が4年生の時に、多分引退する時に、あのまあよくある、よくあるじゃないけど、こうくれる在校生からのメッセージだね。で当時本当その LINE なんかで写真なんかあってんし、本当に普通のカメラ撮ったものをに本当にメッセージ書いてくれて、くれたやつだね。なんかね、もうあんま見せない、なんか俺のみんな舐めて書いてるじゃないけど、裸のやつが多すぎる。
そこらあんま良くない。うん、面白い。森聖吾先輩から、あ、今強烈な子先生ね、ランページ・ジャクソンの写真が貼っておりました。ドームコート全く使ってない、給料明細、ベイエリアコーチレポート、多分余ったやつかな。これもでももうほんとね、結局もうコロナで意見くらってしまったけどね、なんか俺もっとこうみんなにシェアしてもいいんじゃないかっていう情報が多いね。結局やってくれた人、クラファンしてくれた人だけにこれ渡してるんやけど、なんかね、例えばさ、この水中トランシーバーのこととかを書いてるし、やっぱちょっと申し訳ないけどやっぱり進んでるよね、アメリカは。で、そのたったの10日間やけど、練習メニュー、いろんなコーチのとこ行って、練習メニューをもらってきたし、 KT リデッキがやってるあの練習メニューとかも全部載ってるし、まあ、あとコーチ、選手が感じたことも全部書いてる、これもなんか本当どっかであんまりこう出し惜しみせずも俺はなんかシェアできたらいいかなとちょっと思ってるね。給与明細、これもね捨てれんね、これは多分対大の俺が4年3年目のインカレの時に4年生がくれた、またスクラップブックかな、このメッセージが入っとって、嬉しいよね。なんかこの代はすごいこうトラブルメーカーが多いかってなかったけど、すごい俺の思い出の深い年だね。捨てれませんけど見返すことはあんまないけど、こういうとこに入れてるので、これはこれももう年代もやね、俺があのアメリカの写真取材されたって、顔写真付きこう捨てれんねん。書面のもんってさ、まあ、はっきり言ってあんま見返さんけど、はい、ナイキ ID、 多分本当、今でこそまたナイキのエアフォースが流行ってるんだけど、俺はエアフォースを作る権利をなぜか当てたい。でそれを昔の、東大エイジ西村龍馬と何人かで俺作りたいね。これ面白かった、ね、そのどんな俺がエアフォース作ったかというと、多分こうやってもう白ソールに黒で赤、今思えばパサカラのよく売ってる定番もやね。そんなの俺作ってたよね、面白いね。価格は今でも忘れません、3万円くらいでした。高っ、うん、これもあれやね、ちょっと捨てれんじゃないけど、これ多分ビザとかそのイミグレーションに通した書類が入ってる。俺ようほんとね、学生ビザから H1 に行って、まあ、8年間イミグレーションと戦いながら、過ごした。これ多分書類あんま捨てない方がいいやつ、これは。うわー、これ前ね、これ前ブログでも、その俺の Vlog でも紹介したけど、ひらがなの時のなぜか指導カルテが残ってる。この CDR なんかな、これはちょっとどっかで一回見てみたいね。なんかエロ DVD かもしれんし、すごいこうなんか昔のデータかもしれんし、ちょっとわからん、今から見る。うん、これ面白い、ほんとこのカルテ。
また C 出てきた。大石エリカとかね。なんで俺が思ったのかな。吉岡千尋とかね。高山優太とかね。これは なんかステッカーやね。もう捨ててもいいかもね。あ、でも写真が入ってる、家族の写真とか。クロムの、オドボールとかみたいな、ほんと。コリアンエアライン。ということは、これ最後にアメリカ行った時の、行き死かなんかの領収書やね。剣。これえぐいね。これは捨てられず残ってるのは面白いわ。これが平川スイミングで育成 C を担当した最後の年のスクラップブック。15年、まあ24くらい25くらい、まあ12、3年前のもの、うん、面白い。小、多分小学校高学年から中学生くらいの、もう半分ぐらいが JO メンバーになった時のメンバーで、そいつらがフリクラーとかを貼ってメッセージを書いてくれてるわ。でもここのその松尾龍馬中で、そんなのはちょっとおらんけど、数人、数名は高知になったもんね、うん、面白いね。こんな感じでもうすごい書いてくれてるわ。で、昔のやっぱスクラップブックってさ、一緒の15年前の子やけどね、こうやってなんか、なんちゅう、ルーズリーフじゃねえや、こういうのにやってくれたね。これは面白い。平方先生です。一年中水着の男。バカ野郎。これは昔の携帯カバー。これもいらんね。あ、でもアップルのバンドができた、アップルウォッチの。うわ、これもなんか謎の USB 出てきたね。こんなのちょっと後からチェックしよう。これはまたちょっと豪華やね。これは言ったら平方の時の、俺がアシスタントで出てた太田ブロックのメンバーからもらったスクラップブックが出てきた。レアもの。すごいメンツやね。杉野弘子、さくら、西村龍馬、増井、ひろき、後輩になった藤井誠、タミ、浅菜、歩美、パク、ババちゃん、ムツキ、そうそうたるメンバーやね。渋谷、同じ福岡の島だね。麻酔、麻酔なんか俺ね、プロレスのなんかこんな書いてくれてるわ。柏谷、由美、和也、麻也、明美、秋野、写真集。ああ、ほんと、俺誰一人、俺は忘れることはないね。浅野コーチ頑張れ、うん、これ背中を押してくれた選手に。喫茶シマコスの、激レアキーホルダー。勝利の女神は家庭に進む。微笑む。うわ、時計、ノーチカの時計。これ時計確か集めてた。ダナキャラニューヨークの時計、金。これかっこいいね。副大 G ショック。
ノーブランド。これしかもね、コロンビアの、ミニポーチやね。こんなん用持ってたね、俺。うわ、すごっ。通帳。ビジネスカード、熊銀。うわ、名刺やん。橋本さんや、これ。アリーナ月見の名刺。俊介島。あ、アンクルさんも俊介島。榎本さ、祈る。森本麻友香、ソルテック。D ポイントカード。これはでも処分ですよね、ちょっとね。はい、時計、実はね、めっちゃ、多分ね、G-SHOCK とか持っとる、いっぱいあると思うけどな。まあまあ、どこにあるかはちょっとわからんけど、ここになかったらもうないな。あ、出てきた時計。これ、ノーチカの時計ケースで、入っとるわ。あ、これ、そう、実はね、俺昔親父にもらったロレックス、まだ動いとるわ。わあ、でもいっぱいある。すごい、ラルフローレンの、なんやろこれ、マネークリップか。これ結構レアかもね。アディダスのキーシュ、シューレースか。2つあるわ。指輪、これ面白い。はい、パサークラビススイムチーム、セカンドプレイスチーム。グッドラックこれ全部俺の似顔絵を描いてくれてるこのスタッフ。これ多分アメリカの、宮永さんとか佐藤さんとかが中心になって、アメリカで水泳教室を俺は作ったよね。そのメンバーが書いてくれた。なんかクソレアモンが見たいね。メダル。すごい、アルカトラーズのメダル。これも一応国際レーサーでね。そう思ったらチャレンジしてるよね。今絶対コロナでアルカトラーズレースは絶対ない。これもターキースロットマラソンとかね。そう、俺このアメリカの時からマラソンも少し興味持ってできれば出るようにしてる。北九州マラソンは無理やけど、小倉城マラソンも申し込んだけど、ないね、多分コロナで。トムサデモードのなぜかキーケース、財布やね、これ全然使ってない。こんなのちょっと俺メルカリでいつか売ってみたい。これもえぐいね。なぜか平方の本家生からもらったスクラップブックやね。まあ、写真とかを勝手に入れてるのかな。これはアキラくんやな、ね、アキラ優雅くんがなんかブワー入れてくれてるわ。よう、でも確かに一緒写真撮ったわ。若い。太田コーチ、ほんと俺がおるときに、ヨウちゃん、ダメだったけどね。世界新も出したし。メダル。でかい。これも公平って書いてるわ、スクラップブック。英語や全部。これはバーシティグループのやつやね。違うわ、語学学校のやつが多分俺が1個目の学校を辞めるときにくれたっていう多分やつやね。で、語学学校も実際ね、俺もう3店舗くらい行ったっていうのも、もうあんないっぱい行った方がいいと思う。1個のところにとどまるっていうのはもったいないね。はい、またアルカトラズのメダル2つ。これはメダル導入とかね。はい、俺は本当にウーバードライブというね、ウーバーのステッカー。
あ、もうアメリカの時生き抜くのにすごい必死やった。メダル。なんかもうすごい下時期。これちょっと面白いね、前の職場のリスクマネジメント研修の書類、これ俺面白かった気がする、うん、コンプライアンスの考える、うん、体制を作る、ソーシャルメディアの取り扱い、これちょっとまた後々ちょっと読みたいね。ドムポートのこれは多分ケントが言うな、俺の顔はい、えぐいね、これは多分俺が枚方に入って、初めの方に自分のためにメモつけてたノート、ルーズリーフだと思う。なんか俺が太田コーチのメニューとかにコメントとか、自分で書いたメニューとか、選手会議の議事録とかのことを思ったことを書いてる。すごいね。これ芝コーチのメニューとかもあるわ。で、そのアベレージ、多分俺が書いたやつとかね、例えば橋本彩美が55回で1分10秒持ちで33秒9、33秒5、33秒2、ダブルダブル、平均33秒59、ハードル32とかね。で、すごいこう、エイジ安定してるとか、テンポがいいとか、そんなコメントを俺は書いてる。多分これ、人に見せるって本当自分用やね。うん、自分でメニュー間違えたとかね、書いてる。すごいね、これ。まあ、その、太田コーチのメニューを基本的に貼って、俺は発信したんだけどね、それをこう、サポートするようなことで、コメント書いてるんだけど、この1ページ目にね、自分で俺なんか多分、作っていいよかなんか言われて多分書いたんと思うわ。2005年の4月5日、ちょっと読んでみようか。朝のスペシャルメニュー、ウォームアップ301本、25、8回コンメ、25、4回、グスは潜水、3ラウンド、キック105回2セット、ビート1、1本ずつマイナス5秒、マイナス50から、ということはこうショートレストなんだけどね。イージーアさんでメインが215回2分20。えぐいね、俺。フィン付き。1から5セッティング。ハートレートは25から30で揃える。その後、プル800。ロコモーティブ。これは多分俺、副大でようやってたのを多分、やってたんだと思う。パドルプルでね。ロコモーティブって、小島コーチが用意してくれたので、25ハート25イージー、50ハート50イージー、75ハート75イージーみたいな感じで、100までいったらそれが降りてくるね。ドリル25、4回。これは多分俺が作った朝のスペシャルって書いてるけど、なんかこうドリルがしたんと思う、オリジナルのね。最後スプリント28回イージーハービートワンフィンキックのね。ダメだ、トータル7000プラスある。その時の感想、今日はタミー、トモエ、マヤの3人のみだった。メインは2分20誰も回れなかった、まあ、そりゃそうやね。1本目から行かせたらいけたかもしれない。ラストタミー2分14マヤ2分13トモエ2分19、214回フィン付き、ドリルはスカーリング、みんな頭良くない、あんま分かってないです。スプリント25、イージーハードは集中できた。前は29、グッド。ドリルは面白くする、メインは厳しくする。って、俺はコメントしてた。面白っ。見たい。はい。対大の、自分の全選手の目標シートやね、これは。ゴールシート、うん、確かに。下の分もあるけん、うん、今の年生の分もあるね。いく、ニアチアンダ。はい、見せれません。でもこのまま取ってるよね、これ。
人気賞この店の。うわこれもすごいね。これなんかのドライランドの紙や、どっか自分で見、ああプールサイドで速くなろうってあの加藤先生が書いたやつの、まだ睡魔が乗ってたやつかな、なんかそれをコピーして俺は持ってるファイルがあるから。で一個一個これなんかメディシンボールのこのバリエーションとか書いた紙もある。これすごいね。ちなみにこのプールサイド早くなろう、もういつのか分からんけど第12回スイマガセミナー、モデルは金藤先生、そしてこの時のアシスタントパートナーが横山先生。今あの結局人大でもうええとこしてるもんね。相当古い子だね。すごいね。睡魔がやっぱ大事なとこってやっぱそういうのでこう取っとくといいかもね。なんでこんなのがあるんじゃないけど、ちょっとこれはいいんやろかね。中西優子選手のウェイトメニューがここにある。こちらメルボルン世界選手権で6番にあった時の賞状がなぜかこの中にある。こちら2分9秒、いやなんかもらったんと思うわ、思い出に。2001年国体に出ましたっていうバッジ。給料明細。2007年最優秀コーチ気候スポーツ終わり。はい、あんまり面白くなかったと思うんだけど、俺が面白かった。あの俺こんなもの持ってたとか、きっとまだ掘り出しもあるんやろうけど、ちょっとまあたまには見返してね。自分のていうかやっぱ思い出なんてあんま捨てれんよ。今こう写真に撮ってさ残すとか言うけど、俺自分の部屋もないし置くとこもないんやけど、もうちょい持っとこうと思うわ。だってなんか捨てれんやん。はい、というわけで、今度ね、この CD とかこの USB の中をちょっと覗いてみたいかなと少し思ってて、なんかエッチになったらまずいけどね、その様子を動画にできたらと思うわ。以上、アリオス。バイバイ。